俺たちはブルーフォックス、聞いたことはないか。セントラルを拠点に活動しているという新設された傭兵団だったか。今回はブルーフォックス新編の初の遠征であり、大規模な戦いになります。帝国の軍船は約50隻、敵兵は5000人ほどの規模と推定されている。奴らの目的はこの防衛ラインの突破だが、それだけは絶対必須だ。このまま敵軍の背後をつけば、ダガーランド防衛機構も奪い返せるかもしれないよ。ここで食い止めるぞ。道ができたわね。蹴散らすぞ。古来よりエンシェントソーサリーの触媒として使われてきたジェイド。ディオフィールド島から多く採掘できるが、東方の大陸では希少価値が高い鉱物だ。こちらの出方次第で起きるのは資源戦争だ。連合からの条件は我々にとって受け入れがたいものだった。この事態を招いたのはあんた自身だ。覚悟はとうにできています。あなたと共に戦い続けることが私の全てです。時が来るまで待つ、それだけだ。この国を正道に導くため、俺に力を貸してくれ。ああ無理、この衝動抑えられない。僕は何のためにここで戦い続けているのか分からなくなってきたよ。あなたならあの地の民衆の末路は知っているでしょう。どうしてエンシェントソーサリーに精通している。もうやめるんだ。帝国の侵略に対して団結するときにこんなこと。決まってるだろ、裏切り者に裁きを下す。お前はこれから何を信じる。